月1日夜、米テネシー州上空で乱気流に巻き込まれ、7人が重軽傷を負い、米ワシントンダレス国際空港に緊急着陸したルフトハンザ航空469便に、米俳優マシュー・マコノヒー、53と妻が乗り合わせていたことが分かった。米芸能サイト TMZ によると、テキサス州オースティン発フランクフルト業のエアバス A330 に搭乗していたマシューの妻でモデルのカミラ・アルベス、41は荷物や食べ物が散乱し、衝撃の大きさを物語る機内の様子を撮影した動画をインスタグラムで公開した。カミラはインスタで、昨日の夜に乗った飛行機が4000フィと約1200メートル急降下して7人が病院に運ばれた。すべてが宙に舞ったと恐怖体験を語り、機内はパニックになったと明かした。また、機長が45分間にわたり大きな揺れが続くと、乗客に注意を促し、ワシントンに緊急着陸することを告げたという。マシュー夫妻は無事で、2日に別の便でドイツに向かった。米連邦航空局の広報担当者によると、離陸からおよそ90分後、同機はテネシー州上空約1万1000メートルで乱気流に遭遇し、機体は20秒間で2回急降下。フリーフォール状態になり、ディナーの配膳をしていた客室乗務員らは天井に激突し、食べ物や皿などが宙を舞ったという。